じゃあ背の順に並んでください。マリオくんが一番前ですね。背伸びはやめてください。マリオくん殺す。 Real King to Mario。 こんにちは、シュです。今回もルイージやっていこうかなと思います。で、おそらくね、今日でラストステージ、ラストワールドに行けると思う。うん、なんだ、なるほど、これクッパの飛行船一回挟むのか。で、これクリアすると、あの今見えない紫のとこに行けると思う。で、多分ね、最後、毎回火のステージだよね。溶岩、火山的なステージになると思う。決戦クッパジュニア。お、すげえ、残機が46。努力感謝笑顔できます。お、クッパジュニア？なんかルイージもそうするとさ、マリオの弟だからマリオジュニアじゃない？マリオジュニア対クッパジュニア。いや、これ、いける、爆弾じゃなくていけるかな。いや、でも爆弾を、いや、これもういい、食らってもいい。いい戦略的ダメージ。オッケー、ナイス。いや、でも違うか？マリオジュニアじゃないね。そうするとマリオがお父さんになるのか。お、でもさ、ルイージとさ、あれ、マリオのお父さんって誰なんだろうね。いや、そう考えると、なんか奥深いね、このゲーム。出てなくない？まだ、物語で。いやー、お、すげえ、封印されし汚いの。はははすごいね、エクゾリアもびっくり。いや、いいよ、避けます。これ、封印されし汚いのどうやってたんだろう。このクッパンチ、クッパンチでぶっ壊してもらうのかな。これクッパンチって決まった場所に来んのかな。どうなんだろう。うわー、これさ、上にか、いや、待って、取りたい。いやー、待って、死ぬやめよう、潰されそう。で、これ雲とかあるんじゃないかな。トリプルアクセル、やべ、1個しか取ってないよ私。多分まだクッパジュニアとの対決じゃないんだよね。いや、そうだよね。これ実はクッパがお父さんとかだったらさ、すごい深くない？いや、深いよね。深い話。あ、待って、これあるな、これ絶対ある。いくよ。いや、ねえか、ここ絶対入れるなと思った。やばい、これマジやばい。こっちからは？あ、入れない。あれ、やばい、え、ここにはあると思うんだよね。え、いや、おそらくボスでしょ、さすがに。1個しか取ってないとかある、ここに来て。え、嘘、初だ1個。なんかいつも逆に1個、あと1個見当たらないのはあるからよ。待って、これさ、え、待って、これ取り損ねたらさ、このステージってもう一回できんの？なんかこの飛行船っていなくなんない？うれ！いや、クソ、やるな。え、どうなんだろう。え、これ私のコンプの夢がなくなる。これ確か登ってけんだよね。そう、これはマリオでもあった。オッケー。なんで多分やり方、多分これ爆弾も当てれた気、やべ、当てれた気がするんだよね。で、これクッパンチ来てからの、登ってかなくてもいいんだよね、確か。この機体、あ、でも登ってこう。おー、すげえ、すぐ引っ込めたよ。で、登ってきます。登ってきの。オッケー、あと1回だね。いや、弱いね、こいつ。クッパジュニア。マリオジュニアでも勝つぞ。あ、今さ、シゲノゴロウジュニアの、あれ、アニメやってない？みんな知ってる？メジャーのシゲノゴロウ。あれの、あ、これ踏もうか。うっ！よーし！おっと、第2ラウンドある、これ。いや、ないよね。多分ここで終わりだと思う。ほら、痛くなっちゃうじゃん。私のスターコンプの夢がなくなってんだけど。あれ、できないのかな。あ、これ左に置いてくれんじゃないこのステージ。なるほどね。ここで何回でも挑めますよ、みたいな感じか。かわいい。ちょっとぶりっこしてるな、こいつ。そう、私の茶番でこいつ一回も使ってなかったな。そう、こいつもマリオのキャラだもんね。いや、私茶番結構こだわりがあって、マリオのキャラしか使わないっていう、あるんだよ。だからカービィとか使ってないでしょ？そこは私の地味なこだわりね。なんか違うキャラ、いや、でもいけない。いや、すげえ、なんか闇のデュエルみたいな感じじゃない？遊戯王の知ってる？遊戯王こういうなんか紫のに包まれて闇のデュエルするんだよね。お、ピーチいいんじゃん。これ普通に逃げれるよね。お、マリオじゃなくて、ルイージーって言ってる。いや、やっぱあの飛行船できないんだ。いや、あれ取ってない人ってコンプできないのかな。浮いて沈んでマグマ大地。多分これマリオと似た感じなんじゃないかな。いや、私ね。あ、待って、これ、今浮いけんじゃない？いや、浮いけそうだよね。行ってみたいな。うっ！いや、でもなんもなさそう！非常になんもなさそう！こういうのが余計なんだよね。はい。OK、いいね。問題です。今私が、ハマっているものは何でしょう？ 5-4-3-2-1-0 の創世界、スマブラなんだよ。私、スマブラ今結構ハマってんだよね。
なんか茶番でしか使ってないイメージじゃん。なんだけど私普通にやってるからね、スマブラ。今まだ VIP にいるよ。そこを押させて、まだ私 VIP にいるからね。いやこれ難しいな、普通に難しい。で中、あこれ絶対隠しゴールある気がするんだ。じゃあ隠しブロックないか。待って、これワンパンっていうのが普通にきついな。いきます。あこれあれか、あ待って、これ早めに行った方がいい気がする。でこれあれか、ここでカビキックして時間稼いでくださいよみたいな。これ一応ヒップドロップしとく。なんか出るかな。いや出ねえか。2個目だね、2個目。 OK。 ただもうゴールな気がするんだよな。これやられたくない、普通にやられたくない。いやこの上あんじゃねえ。いや私は騙されないよ。いやそうだね。でも隠しゴールっぽくないこれ。なんか隠しゴール、おすげえ、なんかブラックホールみたいのある。あいいねこの、いや隠しゴールだよね。おすごい、石化したルイージ。なんかドラえもんの映画にこういうのあったよね、石化したドラえもんみたいな。とりあえずさっきの隠しゴールの場所まで行こうか。よし帰ってきた。さっきこの上行って、この左あるかな、左確認しなかったよね。左はないね。でもこの先に3つ目あると思う。いやこの上ありそうだな。いやー危ねえ、この上行ってみるか。いけ、よし、これ絶対上あるでしょ。おおすげえ、今なんか勝手に取つよね。どっち行こう。右に隠しゴール出たよね。とりあえず前行こう。多分右隠しゴールってセーブできんだよ。なんで今日の動画の最後にやろうか。最後にやって多分セーブできんだよね。セーブして終わろう。溶岩クルーズプラスうーちゃんなんだこいつか、うーちゃんって。お前、あうーちゃんこっちか。でこれがなんだっけ、なんかプラスって出んの珍しいね。これ多分早めに行かないとダメだよ。いやでこれがあれか、人数制限あるやつか。やっこれ普通に怪しいな、こっち側。いやそうだね、なんか今回はあれ多いね、このなんかあるところに行くと出るパターンのやつ当てた、このちびくりも。こいつ嫌いなんだよね。いやうーちゃん邪魔くせえな。これダメージは確か受けないよ。ジャンプ力が下がるのかな。待ってね、土管は入れないよね。これ持っとこうか、持っといて。いやむずい、非常に難しい。でこれ確かコインとかもダメなんだよ。おる、えこれどうやってとんの、え待ってこれどうやってとんの、あれ今あったよね、どうやってとんだろう。お見て、隠れルイージーと今分かった、一瞬しかいなかった。分かった、これさヒップドロップするんじゃね。いや下がんねえ、どうやってとんだろう。やっぱこれ人数制限かかるしかないのかな。いやくそ邪魔くせ、あったよね今あった。いやこれか、よしこれ合ってんじゃないかな。ヒップドロップでワンチャン下がんのかなと思ったけど、よーす、いやくそ、ベラボファンタスティック難しい。いいよ、待ってむずい、中間くれ中間。うわチョロボンだっけ、チョロブーだっけ、チョロブーか。こいつもいいのか。でこれ雑魚処理します。あー遊戯王ね、モンストとコラボするよ。これ上行こうか。やばい、今見た、多数で、これ多分下無視しちゃダメだよね。一気にもう行こうかなと思ったけど、いやでも3つ取ってるぞ、シュ。よしよし、いやこれゴールであってくれ。いや続く、やったこれもさ、先行って先行ったらボスかな。この上ってもうボスなのかな。どうなんだろう。私ちょっとね、今日話があるんですよ。なんか私自分の動画見返しするとちょっとうるさいなっていうことがあって、なんかこう不快なんじゃないかなと思って、なんでちょっとね今度から静かに実況しようかなと思いません。普通にやります。よしやっていこう。溶岩歯車と横跳びバウル。なんか昔ねコメントでうるせえって結構あったんだけど、それからまあうるせえって言われなくなったやばい、あった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 、間に合い、くそ、こいつ多分やっつけれるな。いやそうなんだよ、見た今の、これで中和できんだよね、アルカリ性と酸性みたいな感じで。いけ、ただ難しいよね、なかなか当たんない。ただこれ当ててくと結構いい。あこれ連射できんな、当たれ当たれ当たれ、いいね。もう雑魚処理して、こっち下の方は怪しいんじゃないかな。あない、やべえこれ時間ないんだよね本当に、ルイージーシリーズ。オッケー行きます。うわーあれどうやって飛んだ、えっどうやって行くのあれ、やっぱこっから、えっああなるほどね。うわーやべ今だいぶ時間ロスだな。いやオッケーしっかり取って、でアイス欲しいな。そうキノコが少ないんだよねこのゲーム全然。いやーこれ取りたかったな、いいかちょっと無視でいきます。これ赤コイン全部取ってでかくなりたかったな。この右、いやこれ絶対右にあるな。うわやんちゃすぎ、
いや、どっちもやんちゃ、ダブルやんちゃカーニバル。うわ、これどうやって行く。浅田真央で行くか。はーい。いや、ダメだ、下手くそ。いや、もうゴリ押せし、お、え、いや、でもこれむずくない？このトリプルアクセル中に行こうかなと思ったんだけど、さっき浅田真央さん、浅田真央テレビで見ないね。やべ、オッケー、やべ、これファイヤー来るな。もう勢いで行こう。いや、もうゴールでしょ。もう3つ目も取ったしね。オッケー。え、これもう終わり、ラスボスかな。電撃ピーチ城。でもこの上ワンチャンなかったっけ。これクリアして上行って終わりだった気がする。なんで今日次回かな、これ。今日この隠しゴール出たとこやって終わろう。炎の雨から身をかわせ、メテオレインだね。炎の、おお、すげえ。あ、オッケー、回避不能メテオレインだね。オッケー、ただ私は回避します。うーん、これ右入れんじゃない。いや、入れねえか。この足場だけがいけんのか。いや、これ右あるな。いや、これ何個目だ。1個目であってほしい。ただ難しいね、本当に。もうラストって感じがすごいする。なんでこれマリオ毎回ラスト溶岩のステージなんだろうね。やっぱ溶岩難しいのかな。取ります。やばいやばい。よし、いいね。で、なんかちょうだい。いや、優しい。これ、これ渡る。あ、あ、見て、これ2段なんだ。やばい。よし、はい、あ、いいよ。ええ、なんで、え、マジ、お、え、いや、これ気づいた人人類初じゃね。え、これどこに出んの。え、ただ帰るだけ。隠しゴールかな。ああ、え、なにこれ、ただ帰ってきただけじゃん。え、全く意味、これもいける、いけないのか。おお、すごい、初めて知った。で、何回かやられてる。いやー、難しいんだよね、普通に難しい。で、このブロックが結構難しくて。はい、いい、いいよ。で、カビキック大事だね。カビキック C の、で、これあんま下から迫ってこないのかな、火。で、ここ一段飛び越えてった方がいいと思う。こんな感じで、そうだね、飛び越えていくなんて。で、ここはちょっと難しい。いや、危ないね、危ない。次来たタイミングで行こうか。次来たら行こう。これ足場が本当に難しいんだよね。もう早め早め。いや、そう、むずで、ブロック壊されてってんだよ。だんだん、もういけ、これどうやって取ろう。上が先か。で、はい、はい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 、よし、多分ゴールなんじゃないかな。なんかさっきの隠しゴールっぽいとこ何なんだろうね。本当に本当に意味ないよね。本当になんか私みたいに隠しゴールだってなんかちょっと喜んじゃうだけで終わるよね。あれ、セーブできない。どうしよう。終わるか。でも次回でラストかな。だからこれいつもなんかストーリークリアしてもなんか裏コースっていうのかな、あるよね。終わります、バイバイ。